皆さんこんにちは、豆です。山です。最近僕たちもダイエットを始めてよく自炊をするんですね。その中で自炊をするときにこんな悩みって皆さんありません？何食べたらいいのかなとか。僕らもね、ダイエット始めたときって鶏胸肉とブロッコリーばかり買ってマジで飽きてたのすぐ。ただ僕らもダイエットをしてきて本当に5年以上試行錯誤した結果、これ食べていいんだな、あ、意外と食べれる食材あるな、この調味料いけるな、そんなダイエット中の自炊が楽しくなるポイントをいろいろまとめてきたので、今日はねそれを紹介します。ダイエット中何食べていいかわかんないとか、同じ食材ばっかり飽きたなと思う人は参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。白身魚でおすすめなのがこのタラ。原料機で最近ハマってるのがこのねトマト缶アラビアータ。早速ね朝ごはん作っていくんですけど、このタラ、このね白身系がねめちゃめちゃ良くて、なんでいいかっていうと脂質がめちゃくちゃ低いのね。これだと 100g あたり脂質 0.1 なんですよ。少ね。だから胸肉とかしんどいなとかっていう人はね、こういうタラとかはねだいぶ味変になるんでね、おすすめです。特に魚の中でもカレーとかタラが一番安くて買えるよね。うん、これ胸肉とかも同じなんで、これねこれね片栗ちょっと入れるだけでねめちゃくちゃね柔らかくなってうまくなるので、ダイエット始まるとね野菜食べる機会が増えるので、なんでかっていうと栄養っていうよりかはお腹いっぱいになるのよ。うん、でね、特にナスってマジであの何の栄養もない一般的には微妙な野菜なんだけど、栄養がないってことはイコールカロリーもないわけよ。なんでお腹を満たすためにね食べます。トマト煮込みに合いそうなマッシュルーム、めちゃくちゃトマト缶の2クセにしてる。でマジで何のために鍛えてんだよ。あ見てめちゃくちゃうまそうじゃない。今回がただ150のご飯300。ダイエット中とは思えないクソうまそうな料理ができるかった。基本ね僕たち今日もそうなんだけど、タンパク質食材は 150g を毎食食べてて、うん、油を使う場合はオリーブオイルを小さじ1で決めてダイエット中はね自炊してます。あとねご飯300も食べていいのって思われるかもしれないんだけど、僕らがやってるダイエットっていうのは脂質を制限して炭水化物をたくさん取るダイエットなんで全然食べれます。ただ毎食300じゃなくて朝300、昼200、夜150みたいな感じで少しずつ傾斜つけて減らしてます。うわっ、うまっ、めちゃめちゃうまいよ。料理はねトマト缶が最強すぎるんでマジおすすめ。 iPhone のねケースが壊れたんでね買います。これから税金の支払い、今ね2023年度の税金払ってきました。数百万消えました。高いな税金って。高いね本当にね。ただいつしかね数千万払いましたってぐらいに稼いで立派な経営者になります。筋トレ前の炭水化物。俺らねたい焼きめっちゃ好きなんよ。これうまいよな。これね脂質ねあんま少ないからねたまに食べます。筋トレ前はね炭水化物取ることでね筋肉の分解とかも予防できるんでしっかり取ります。うん、うまっ。今日はここで筋トレします。今ねテルマー湯で筋トレしに行こうとしたんだけど、今日雨が降ってて雨天決行でねエニタイム行きます。よくあるんよなこういうのね。えめっちゃ楽しみにしてたのに残念。結局エニタイム。今日はね胸と腕をやっていくんですけど、こんな感じで一つの筋肉に使う筋肉も一緒にまとめて鍛えるのもねおすすめで、胸だったら腕も使うし、例えば背中の日だったら上腕二頭筋っていうここの部分を一緒にまとめて鍛えることでねより効率的に鍛えられます。今日は危ない。ダメだ。それもありやね。これからこのベクトルフライっていうマシンをやっていくんですけど、これ胸を鍛えるのにめっちゃいいんですね。もはやね僕のねここの胸の輪郭ができたのはこのマシンでできたって言ってもね過言じゃないぐらい良くて、ベンチプレスとかだと結構ねこう50秒で怪我とかしちゃう人もいるんで、っていう人はねこれをメインとかでもいいぐらいおすすめです。ちなみにねベクトルフライってこのマシンねどこにでもあるんでやってみて。お疲れした。お疲れした。今日は胸、腕、肩、腹筋。最高でした。今ね、ジム終わったんだけどね、今日はね、なんかベンチプレスも重く感じたし、行きたかったジムも行けなかったし、なんかね、すごい散々な一日なんだけど、でもまあ、こういう日もあるよね、ほんとね。こういう時にね、いかにプラスに取れるかが大事です。そう、ほんとにくよくよしてたってね、仕方ないしさ。だからちょっとね、今から美味しい蕎麦屋さん探していきます。美味しそうな蕎麦屋。お昼は食欲ないから蕎麦。ちょっとねタンパク質欲しかったからね肉入れた。蕎麦はね GH が低いからねダイエット中におすすめの炭水化物。今読んでる本、毎週新しい本読んでて、今週ねこれ読んでるんですけど、もう最近はね説明系の本、伝え方の本をね連続して読んでます。 YouTube っていかにこう分かりやすく伝わりやすくね伝える仕事なんですけど、僕がねあんま話すの得意じゃないんですよ。なんで少しでもね分かりやすい話ができるようにね最近はねこういうのを読んでます。基本ね僕らはスーパー行ったらねもうあるコーナーしか行かないんでね、今日はちょっとそれを紹介します。ダイエット中はキノコ類は何かしら買うね。次にはねこの調味料コーナー来るね。これ皆さんめっちゃおすすめだよ。香味ペースト、ドレッシングはねいろいろあると思うけど、
特にこういうねノンオイルって書いてるものがねめちゃくちゃいい。これちなみに脂質 0.3 だよ。今朝紹介したね白身魚以外にもね鮭も おすすめで、こっちがね銀鮭ってやつでちょっと脂質あって、こっちが紅鮭っていうので脂質ないんで、それ調整してみてください。こういうね調味料、これねこれ料理に混ぜるだけでねめっちゃ美味しくなるからおすすめ。実はね麺コーナーでもねこういう焼きそば、こういう中華麺もね食べれるんでね、気分によって焼きそばもあり。さっきタンパク質取れなかったからね今取ってます。うん、このカフェラテうめ、これめっちゃうまい。チョコ、うん帰ってきました。今ちょうどね鏡見せたらおでこにシワができ始めちゃって、これはボトックスをすぐ打たなきゃいけない。男2人青春系の YouTube 見てる。でね、さっき買ったやつねパッパも紹介してくんだけど、やっぱね僕らキノコ類絶対買うのね。でキノコ類はね僕らよくしめじくんだけど、本当に何でも OK。 でなんでキノコがいいかっていうと、食物繊維豊富なんで腸内環境に、だからね買ってます。あとはめちゃくちゃ買うのだと、このねむき玉ねぎね、これももう血液サラサラになるんで、ダイエット中にはね栄養素を筋肉に運んでくれるいい野菜。あとよく買うのがアスパラ、これはねアスパラギン酸っていって疲労回復とかにいいんで、これもねマストで買う野菜です。あとはメインのタンパク質なんですけど、朝魚話したじゃん、うん、魚以外だともうこれもねいつも紹介してるんだけど、牛肉でしょ、あとは鶏もも肉とか胸肉、これもね定番でね買ってます。あと他にはもう好き嫌いはあるかもしんないけど、レバーとかもいいよね。あればいいね、うん、あとまあ豚肉、あ豚ロースとか、うん、そこら辺買っておけばね間違いないです。あとね最近ハマってるのはすき焼き、めっちゃハマってるんですよ。ちょっとね糖質あるんでご飯の量をね調整しなきゃいけないんだけど、これもね脂質がね全くないんで、野菜取れて卵取れてって感じでね、めっちゃおすすめです。はい、来たすき焼き。はい、ドンすき焼き。最近流行りのすき焼き。最近俺らめちゃめちゃ食ってるよね。マジ俺本当に1週間の中で多分3日4日夜飯これ今年もこのすき焼きに出会ってまた減量楽にできそう、うん、ダイエット中にさすき焼き食えるってやばくない？これが本当のダイエットなんよ。ダイエットっていうのはいかに楽しんでいかに楽にやる、もちろん大変なこともあるけど楽しめることはね全然あるんで。ダイエットはねもう食材を制限するゲームじゃなくて、本当にカロリーと PFC を整えるゲームだから、うん、食べれないものはない、うん、全部食べれる、その上でカロリーと PFC を調整する、それだけなの。ラーメンとかケーキとか別に食えるからね。食える食える、うん、毎食後の習慣なんですけど、ご飯食べ終わったらサプリ飲むんですね。最近ねちょっとね買ってみたやつがあって、出たリポ C ビタミン C、 田中みな実とかが飲んでるらしくて有名だよね。めっちゃ有名だけどね美味しくないのマジで。ちょっと一個ちょうだいよ。いや一回感想聞きたいわ。確かに俺飲んでないからねこれ。あの絶対水飲んだ方がいいよ、飲んだ直後あ、待って早く水あ、マジか、まずいって言ったから。あ、これ俺飲めないわマジで。まあでもねめっちゃ効果あるらしい。やばい、これは俺はリポスエイドにしますただねこういうリポソームビタミン C っていうのは効果があるから、本当に人によってはこれをね我慢して飲む人もいるだろうし、前回紹介したリポスエイドってやつだったら本当に水なしで飲める美味しいやつもあるから、自分で続けられるビタミン C をねぜひ続けてみてください。今日は僕たちがダイエットを始めて自炊をするときによく買う食材を紹介してきたんですけど、本当に一言にまとめるなら低脂質高タンパク質食材を買ってほしいんですよ。でその理由としては、低脂質でしっかりと脂質を抑えることによって脂肪を落とすことができるし、タンパク質を取ることによって筋肉をつけることができるんで、皆さんがね思い描いてるようなメリハリのある体を作るにはこういった食材を取ってみてください。で今日もね僕らの食事をいろいろ映したと思うんですけど、すき焼きとかさたい焼きとかさ結構意外なもの食べれるじゃん、うん、まあそれっていうのはやっぱ脂質をね1日40から50にね抑えれれば OK なんで、さっきも言いましたけどもちろん胸肉とかで綺麗に食べれればいいんですけど、なかなかそういうの無理じゃないですか。なんでベースは綺麗な食事にしつつも、一食はね美味しいもの食べたりとかすればねダイエットも続くと思って、楽しみながら頑張っていきましょう。というわけで僕らは日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。